が伝説のポケモンですね。そう簡単に尻尾は出さんぜよ、ね、ということでやっていきましょうか。こんにちは、ブルーホースでございます。ポケモンスナップやっていこうか。もうなんかね、64のゲームをやり始めたのがいろいろとね、もう楽しくて楽しくて、あ、どうしよう、カードに名前を書いてね、カタカナにしましょう。これ何文字いけるんだろう。ポケモンだから5文字かな、5文字だな。どうしよう、ことはブルーホースになったらあれだよ、なんかの 牛と馬みたいになっちゃうな。じゃあ元の名前の方にしましょうかね。はい、あ、これ本名じゃないですよ。あれです、もともとその僕の名前が今ちゃんと姓マにしてる。よく来たのー、よく来たのー。そう、ホースに今回君わしが作っている、わしが今作っているこのポケモンレポート、これに載せるポケモンたちの写真を君に撮ってきてもらうためなんじゃよ。ポケモンアイランドはいろんなところにポケモンたちが住んでおる。そこでわしが発明した01号、こちらだ、01号で、ワンジャー、これに乗って、なんと01号はこのゴールゲートに向かって勝手に進んでいくんじゃ。今の話をもう一度、いや、もういいっす。写真撮り方は最初のコースでしょ。頼むぞ、セーマーってことで。リンクのね、サルニンのセーマっていうのがいる。そこから撮ってブルーホースにしてるんですね。ということで、早速やっていきましょう。よし、行くぞ。これな、60枚だっけ撮れるのってね。あー、懐かしいですね。やっていこっか。あ、行っちゃった、行っちゃった。これまたあれか、上下左右が逆なのか。出せないかなと思った。上下左右、上下が逆なのが、すごい大変。上下逆なのが慣れないな。あー、やばい。ラフリ。むずい、バタフリむずい。ラプラスがいなくなってる。俺たち、ラプラスいなくなってる。これね、よく謎なんだよ。踊らさない。いきなり最初はね、満点が取れないですからね。うん。なんか、でもあれだね、ポケモン始めるよりサクッと始められるのですね。まあ、ちょっと何周かやってみて、あれだね、ポケモンをちゃんと取れるかっていうのをやってみたいなと思います。バタフリ、あ、バタフリ返すかわいいっすね。ラプラスいないかな、ラプラス、どっかラプラスいないね。後ろ姿かしかも全然、あ、ラプラス、遠いけど取れた。ちょっと遠いのとかって言われないから大丈夫。ストライクとかいたっけ。はい、はい、あ、こうやって帰る。何が出る、次だ、ほらあらおー、堂々は堂々利用にならない。あー、ちょっと待って、どっちも映せねえじゃん。こんな難しかったっけか。ロックの設定変えたりとかする。おお、なんかラプラス大量発生。当ててくんないか、ルーラ無理だよね。リンゴかなんかぶつけなきゃいけなかったんだっけ。なんかイヤイヤボールだっけ、なんかモンスターボールみたいな。おお、これなんか飛ばすとかできなかったのか。全然取れない。もうゲート？あ、いや、終わったわ。何の取れ高もなく終わっちまったな。さあ、果たしてこれでどうなるかっていうの、まあ、自分でどの写真にするかっていうのを選べようみたいな。ほとんど写ってないもんな。写真は今回全部で？これ。なんかすごい早くできなかった。48枚。合わせマーク。ここは12枚。A で見る。で、ここは、これは何だろう、気になるけど。ニャースは11枚。どうだろう、これが限界か。で、ここ11、あ、1枚だ。これしかない。1枚しかないから。バルーラは3枚。え、いや、ひどいね、これ。ジコット。ニャース。ニャースこれかな。ちょっと、遠いんだよな。終わりか。
4枚しか出てない。これどっか、ラプラスがどっか行ったはず。ラプラスは3枚で、違う、他のポケモンもいるっていうことでしょ。薄っ。よし、じゃあ、ですか、写真を見せましょう。評価お願いします。真ん中にいないってことであれか、取られるんだよな、マイナスになるんだよ、ね、これ。惜しいの。あらら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 ら、その視点でダメでございますか。大きさ、まあ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 、よし、オッケー、素晴らしい、素晴らしい、ラプラス、バドルから、惜しいの。もうカスやな、終わってんな。最初と、惜しいの、後ろもがダメなんですね、はい、これはひどすぎる。よし、6段、250、おお、叫んでるよりだな。さらに素晴らしい。5000点は全部目指してる。あ、これダメなんだ。実はな、そうなんですよ、研究所に戻ってからじゃん。なんすかなんすか。テーマがあった時に見せてもらう写真はわしのポケモンレポートにしまっておいた。レポートの写真が増えてきたらわしも手助けしよう。このロッドポケモンが見られるよ。あ、そうです。これ自分が撮った写真を入れるポケモンレポート。あ、そういうことか。あ、そういうことね。はいはいはい。かつ、ベストショット。ああ、そういうこと、全体のベストショット。いまいち、やっぱり。そう、なんかリベンジを果たしたいですね。これで、戻ってきたら、次のコースが、飛んでるやん。じゃあ、このまま行こうか。まだね、10分取ってないですからね。次行きましょう。みんなで、ね、エモくなりましょうよ。なんかあったよね、なんか Z ボタン押したら入る。違う、入ってないんだよ。あ、焦げたはダメなんだな。焦げたとはダメなんだな。エレブン、エレブン、うん、あ、おわりゃ、コクーン、帰っておいで。やる。爆発しないね。大爆発した後の丸太。うわー、しまった。あいつやるべきだった。そしてあいつはゴースだけで今取れない。やくないの？あ、そか、オプションであれだ、なんか。入るの忘れてた。しまった。あ、おー、コイキング、コイキング。コイの王様、コイキング。これマシンでしたから。出なかったけど、映ったと思う。なんか、むつまじ。なんかむつまじき二人組。テレビューが何かをやっている。ここは？ディグだ。えい。よし。こっちは？エレブー。こっちを映してよ。そんな何も映ってない、テレビをずっと見てないでさ。こっち向いてよ。こっちを向いてよ、ハニー。だってなんだか、だってなんだもん。おい。これじゃダメなんだよな。だけど、いや、来い、ほら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 、めっちゃ逃げていくわ。ほらこれ微調整がまずい。エアコイルならぬあれかな。エンド。アルバムかお気に入り写真をアルバムに残せるね。まあいいや、とりあえず、アルバムに倒れてる。決めた。セーブ。セーブ。
丸マインは、あ、これいいね。え、画質が荒い感じ。あ、あ、へぇ、ちょっとゴーストになった。ウィキング。絶対ダメだ。中に入ってない。ゴーストが何枚くれたの？え、5枚。あと2枚だった。いい表情してる。かわいい。真ん中って考えるとこっちかな。いや、写真を撮るセンスがあるぞ。伸びてる。いくだってゴムで出てる。で、これなんだろう、気になるんだけど、しかもこれは1個以上かな。じゃあ博士に行きましょう。写真を確認お願いします。エレブじゃな大きさどこか、うん、まあまあじゃん。ええ、鉄臭だな。鉄臭は点数が上がるのね。やった。 OK、 2900。 素晴らしい。丸マイン、大きさは、おお、すげえ、グッド。ポーズ。5000、4000。素晴らしい。悪くないね。あっち、やっぱりちょっとニューってなってる。素晴らしい。ちょっと入ってないです。欲しいの。もう、あの、コイキングかどうかな、色でしか見えてない。おっと、あー、残念。おう、島の中に素晴らしい。なんか何点を超えたら、その、アイテムそんなの潜ろうとして、あ、潜ろうとしてんだ。全然気づいてなかった。え、映ってないの真ん中に。おー、シビアですね。実はな、おっ、リンゴ。いやー、おかえり、里山くいってる。そこでもっとはっかどるよ。しかし、ポケの設定に来たけど、ポケモンとしてもっと仲良くなりたい。これリンゴ、あ、リンゴ型ポケモンフードなんだ。ただのリンゴだと思った。ゲイ、ロックに投げてちょっと上向いて投げると、では最後、動かない丸マインこれを使ってみるにどうなるか使ってみるのかもしれない。この話を、いや、もう、あー、なるほどね。で、これでもう一回こっち行かないといけないってことですね。じゃあ、ダスト、もう一回これを試してみて、一旦このパート、あの、終わりにしようか。さあ、普通にちょっとこれ撮りながらでいけるかな。アルマイに当ててるよ。アルマイ。アルマイ。全然、あの、フードになびかないんですけど、こいつら。ダメだね。もし、ここに取った。あ、ごめん、間違えた。まあまあいいや。次からオプションでちょっと変えよう。で、コクーン、上にもなんないか。やらぶー。あ、ちょっと待って、めっちゃ降りてきたのに、もったいねー。おぉ。今、取れた？取れてないよね。よし、構えて、構えて、構えて。スパイ、スパイ、スパイ。これ音楽鳴らさないとダメなんだ。あー、逆だな。なんかすげえ速いな。あー、なんか取れてるようで取れてないような。後ろ向いてる写真撮るしかないんだな。こうやってね、同じステージを何回も何回もやって、
これがね、あの初めて恐竜を見た時にアラン・グラントみたいな顔してたけど、よし、じゃあヒュー、ダンダンダン、神話全体相変わらずあれだな、進まない、進みにくい、進まない、間違えた間違えた、よし、じゃあ、まずコクーンは3枚、続きまして、ブラッド、これどうだろうな、微妙かな、3枚くらい、あ、こっちがでかい、こっちがでかい、よし、あっちは6枚、ホイキングは、あー、ギリ、あー、でも真ん中じゃないんだな、ゴースト、これいいじゃないですか、ゴースト、これこれこれ、あとは後ろ向くのかな、バッチュー、スクマイは、これがいいかな、めっちゃいい写真じゃん、これかわいい、いくだ、全体のこっちの方がダメなんだ、エレブが、お、いいね、いいね、エレブがこうさってやってる写真ですね、全部後ろ向いてるの、後ろ向いてる写真はダメって言われてる、何で映ってるじゃないか、エアコイルにしたかったな、よし、とりあえず博士よろしくオーケーだっけ、なんか上回った。なんだ。おかしいな。いいおかしいな。おかしいな。おかしいな。この時点で圧勝です。おっと。映ってないよな。まあそりゃそうだな。だいぶ左上にずれてる。真ん中で撮ってもらえるかどうか。大きさは圧勝だもん。そうでもない。おー、いいね。先手。よし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 。よしよし。よく撮れてる時は問答無用であれだもん。じゃあ前にも撮ってみた。あー、下がってる。あー、下がってる。ほら、前の方が強くて、大きさは、おー、よし、潜る、あ、これも潜ろうとしてる、よし、取った、よしよし、あ、しかもテクニック勝ってる、よしよし、圧勝ですね、シュードルエレブ下がってる、取ってる、おー、いいね、よし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 、取ってる、だから何かしらのアクション起こしてる、惜しいの、やん、実はな、移動シビアっすね、やん、おかえ り, かえり、で今よ、コースの中の分かれ道を見つけたな、調べてみたところ、あそこから新しいコースに繋がっているじゃん、研究所からも行けるようにしておいた、早速行ってみるのじゃ、火山、いいトンネルから火山、あれだな、トンネルを抜けるとそこは雪国だった的な感じになってますね、はい、じゃあまあいい感じでね、時間もいいところに来てましたね、次のコースはね、また次回のパートに移していきたいというふうに思います、ということでね、今回はポケモンスナップをお届けしてまいりましたが、いかがだったでしょうか、まだまだこれからね、初代の可愛いポケモンたちをたくさん移していきたいというふうに思いますので、ぜひチャンネル登録ボタンをグッドボタンしてお待ちいただけたら幸いです、ではまた次回パートでお会いしましょう、お疲れ様でした、さよなら、バイバイ。